皆さんこんにちは、ボンドチャンネル土地パフォーマンスです。今回はボンドショップ名古屋からカスタマイズした車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのはいつもの飯村店長です。はい、よろしくお願いします。お願いします。今回紹介する車がこちら、はい、GT3991.2 ということで、はい、めちゃくちゃ嬉しいタイミングなんです。はい、あ、嬉しいタイミングですか。はい、と言いますのも、はい、今年に入ってから、はい、ユージさんに、まあ、この方に納車させていただいて、はいはい、その直後に車両紹介で自分でも乗らせていただいて、はい、で最後、まあ、最後になるかどうか分からないですけど、うん、カスタマイズしたのをしっかりこう紹介する、はいはいはい、あ、この流れこうなりますよみたいなね。この流れ完璧じゃないですか。はいはい、完璧ですね。はい、なんでちょっと今回これをご紹介させていただきたいと思います。はい、でも最初に言っておくと、あの前回に引き続き、うん、なんと足元のカスタマイズだけということで、はい、もう潔く、まあ、あとはねちょっとやってるけどちょっとあのやってますけど、はい、その辺はちょっと、はいはい、置いといて、はい、基本的に外装 の, そのドレスアップというか、うん、見た目の変更に関してはそうですね、車高とホイールだけということで、はいはい、じゃあ早速見ていきましょう。はい、はい、やってまいりました HRE クラシックシリーズ、はい、これちょっといろいろ HRE のホイール、まあ、取り付けたのを紹介させていただいたりとか、はい、僕もよそで見たりとかしたんですけど、うん、あのまたちょっと違う感じのを持ってきましたね。そうね、まあ、色がまずこれなんですか。これねフローズンクリアっていうブラッシュドマットブラッシュドのセンターディスクとアウターリムで3ピースで21インチになってます。これ艶消しのシルバーって言っちゃうと簡単なんですけど、うん、ちゃんとなんかこの金属のこの何ですか、ブラッシュが出てるんですよね。そう、だ塗りのマットシルバーではなくて、ブラッシュドのマットになってます。なんかもう色が入ってるのか入ってないのか金属の色なのか分からないっていう。そうこれ絶妙でいいなと思ったんですよ、うん、っていうのはレースのホイールとかって、うん、あの基本的に塗らないの多いじゃないですか。そうね、塗ったってもなんかゴールドとか、うん、特にこの手 の,、うん、あの市販車ベースのレースに出てるホイールって、うん、結構ポリッシュが多かったりとか、はい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 、昔からそうですよね。そうだね、アメタンで、うん、ポリッシュ で,、うん、で結局3ピースで、うん、まあ、ぶつけてもすぐ交換できるように、うんうんうん、なんかそれの流れをすごく感じたんですよ。はい、はい、その流れになってます。これをなんかいろいろなんかちょっと凝った色とかにしちゃうと、うん、また今回のこの GT3 っていう車のイメージと、うん、キャラクターとね、はい、ちょっとずれてきちゃうのかなと、はい、であとはおなじみ HRE ですから JWL もしっかり入ってて、はい、入ってます。はい、そしてあとは結構2ピース3ピース、うん、構造の違いもあるじゃないですか。あるね。でましてやこの今クラシックシリーズだと、まあ、2ピースが基本的に FMR っていう形で同じデザインで選べるようになったんで、実際にはパッと見だけではねちょっと判断できない部分があるかもしれないけど、まあ、今回は3ピースにしてきちんとコンケーブディスクになるようにセットアップしてあります。だから2ピース3ピースでの違いもあるんですよね。そう、できるできないがあるんで、このサイズでオーダーして出まして、 HRE の場合はセンターロックだと基本的にはオフセット指定ができない。ああ、そうなんですよね、うん、ので、まあ、プラスお金を払えばできるんだけど、できないので決められちゃう。でそうするともうコンケーブの、ディスクフェイス もう決められちゃう。なるほどな。でアウターリップも決められちゃうっていう形なんで固定になっちゃうんですね。そう、はい、なのでこの同じサイズで同じオフセットで作ってもフロントは同じかもしれないけどリアが違いますよとかいう形があるんで、今回はちょっと時間がかかる。一番21インチのリムが今もう世界的に欠品なんで、あの21インチで3ピースでっていうと一番時間かかるオーダーなんだけど、今回は3ピースで作ってます。もうそこは妥協せずに、妥協せずに、はいはい、かっこいいの優先ということ で, そうです。あとはこの3ピースもこの HRE って乗っかるちゃんと、うん、わかりますリムにこうディスクがちゃんと乗っかる構造なんで、はいはい、まあ、そういう剛性も取れてたりとか、うん、そうね、はい、しっかりしてるっていうのは結構大きいのかな、はい、あとリムの形も今回あのこのペラペラのリム、そう J リップっていうタイプの、アウターリップになってます。このリムのこの形ってめっちゃ重要じゃないですか。重要、カールリムなのか、そう、はい、これがちょっともうちょっと背の低いやつなのか、そう昔で言ったらそのステンレスのあれかぶせてあるのとかもあったっ、そうあったね、あれとか全然ホイールのその印象修理大変なんですよ、あれ、はい、直せねえよってやつね、はい、ありました。今回このちょっとペラペラの、はい、ペラペラのっていうかちょっと薄めでこう飛び出てる、はい、これがなんかめっちゃレーシーだなと思ったんです。そう、これがやっぱりかっこいいよね。なんでこれあえてこれにやっぱりしてるんです。そうです、だからちょっとハミリムというか、うん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 、はい、本当にわずかにこう出ていく感じの、うん、はい、このリムになっているということ
そしてあとは今回組み合わせているのがミシュランの、はいはい、パイロットスポーツ 4S、はい、になります。一流品が、はい、そしてその奥に見えるブレーキはカーボンセラミック、はい、PCCB がついてます。足元めっちゃ豪華ですね。めちゃめちゃかっこいいです、はい、そして改めてなんかもうある程度の車格の車って車高とタイヤホイールってめちゃくちゃかっこよくなるんだなっていうのを再認識した。そうで今回はかつ、通常 GT3、GT3RS、まあ、GT2RS、991.2 のこのタイプって純正で車高調なんで、あのフロントの皿を下まで下げてホイール入れて終わりなんだけど、うん、今回は H&R のスプリングに交換します。あ、そうなんですか、はい、よりローダウンできるよ、ね、そうです。ショックはあれですよね、ショックはそのまま使って H&R のスプリングに変えてるんでここまで低いセットアップができてる。なるほど、すごくもうベタベタになってる、はい、じゃこのちょっとレーシーなフィニッシュ選択、うん、はい、構造のものをちゃんとこの GT3 に持ってくるっていうのは、うん、めちゃくちゃかっこいいだと思います。そうね、やっぱりこう車のキャラクターとホイールのキャラクターがこうマッチするっていうのが一番重要かなと。まあ、よく言えば HRE がレース活動をやったらもっといいな。もっといいね。もっといい。ただ結構アメリカの単造ホイールってレースとその密着あの密接な関係があって、それこそ昔で言ったらフィクシーとかキネシスとか、はいはい、もうこれ見てる人どんだけ知ってんだよって話ですけど、うん、あのレースに供給してたりとか、うんうんうん、でも割と最近までミニのワンメイクレースに。うん、フィクシーがホイール供給してたりしたんですよ。ミニの F 型かな、うん、はい、前期まではそのフィクシーのポリションホイール履いてるんですよ。アメリカでやってるです。そうです、ジョン・クーパーワークスチームから履いてる。それ知ってるとめっちゃかっこよくないですか。かっこいいね、かっこいいね。あと最近だとロッティフォームがそのフェラーリのチャレンジしてて、うん、はいはい、あれにホイール供給してたりと か、うんうんうん、だかそういうのもなんかちょっと絡めてホイール、うん、なんかフィードバックされてるっていうのがやっぱ大事だよね。そうするとなんか知ってる人が見たときに、うん、あ、すごいの持ってきたなとか、うん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 、あ、結構車好きなんだなとかっていうのが、うん、もうなんかパッと見てわかるっていうのはすごくいいなっていう、うんうん、もちろんその今回の HRU はそのレースのつながりないんですけど、はい、構造とカラーと、はいはい、デザインとで、そうね、はい、あとはその昔からの歴史の中で300のこのデザインはもうずっとやってますよ。でそれをこうアップデートして、まあ、センターロックができるようになったりコンケーブディスクができるようになったり、こういう風な形で今があるっていうのが、もう HRE 歴史が長いですから ね、 長いからね。それこそ使われてなくてもレースに通用するものをずっと供給し続けてますからね。だからしっかりこの整理した足回りになってると、はい、そして後ろは、はいはい、ちょっとフロントとフェイスが違って、はい、コンケーブディスクがきつくで、はい、今回は、リアだけ、オフセットしてしました。あ、そうなんですか。そう、 HRE、まあ、さっき言ったようにセンターロックだと HRE はオフセット選べませんよ、はい、ですが、まあ、エクストラチャージみたいなものを払えば、はい、変えられます。あ、そうなんですか。でフロントは、まあ、HRE の指定のサイズで良かったんだけど、はい、リアだけちょっと甘かったんで、はい、リアだけ、少しあのプラス料金を払ってつらつらになる、はい、オフセット変えてます。なるほど、この辺はじゃあもうノウハウができてるわけだ。そうですね、はい、だこの辺ってだから本当にそういうちょっと経験値だったりだとか、うん、まあ、ノウハウ知識とかっていうのがすごくこう必要かなっていうのは思いました、うん、そう、そうだからその例えば車高が高いセットアップで行くっていう前提であれば別に HRE の指定でもいいかもしれない、うん、もうちょっと起きたりしますよね、うん、だけど、今回は割と低めっていうリクエストの元スタートしてるんで、でリアだけはあのセットを変えていると。こんな感じになってると。で結構リア反ってるよね。反ってますね、うん、でディスクがこれバチンってこう出てるじゃないですか、うんうんうん、でそっから反ってるんで、うん、なんかすごく立体感あるし、そうそうそう、だこれが 2P だとちょっと弱いんだよね、イメージがで結構変わってきちゃう。あとこっからコンケーブしてるとなんかもう今時感、うん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 、ちょっとレーシーさが薄れちゃうと思うんですよ、うんうん、はい、だそれちゃんとここ立ち上がってる、ね、立ち上がってこうなんで、うん、はい、すごくレーシー、そうね、なんかおしゃれホイールじゃなくて、うん、ちょっとレーシーなホイールっていうのが、うん、でやっぱりちっちゃく見えないよね。確かに確かに、立体的に出てるから。確かに、はい、そうですよね。 3P とか 2P のディスクがこう、うちが1インチちっちゃくなっちゃうと、そうそう、ちっちゃく見えちゃいますけど、これだと全然ちっちゃく、ちっちゃく見えない。そして一回引いてみると、もうこのなんか本当に雰囲気良くないですか。雰囲気がむちゃくちゃいいよね。いいですね、これ。だからこの今回フローズンクリアーっていうフィニッシュがやっぱ正解だったかなと思います。なんか個人的にはGT3 とか GT3RS とかその辺ってマットのホイール履いてるじゃない、はい、もともとそうですね。だからそのマッ
ットのホイールイコールちょっとレーシングなイメージがあるかなと。でグロスにするとちょっとこうなんだろう、もうちょっとストリートに、ストリート、そうだね、ストリートになるっていうか、だから今回も、まあ、フィニッシュ自体はもうマットでいこうっていうのはもう決まってたんで、ただ普通にシルバーのマットとか、まあ、黒のマットとかね、まあ、黒のマット全然問題なくそのまんまいけちゃうと思うんだけど、っていうよりもこういうブラッシュドの風合いがきちんと出るようなマットフィニッシュっていうのがすごくかっこいいなと思います。車がだからいいですよね、うん、GT3 ってもうストリート最強でもいいし、うん、サーキットでも通用する車なんで、ね、どっちにも触れるっていう、うん、はい、こんな感じに、はい、そしてあとはもう本当に手数で言ったらメインのところはそこ、はいはい、であとはマフラーが、はい、交換されてますってことで、はいはい、以上です、はいはいはい、こんな感じになっております。本当は聞いてほしいぐらいですね。聞きましょう、はい、続いてマフラーの音ちょっと聞いてみたいと思います。お願いします。じゃあ最後になりますけど、はい、なんか本当に繰り返しになるんですけど、うん、ある程度の車格の車だったら、うん、もうタイヤホイール変えるだけですごくかっこよくなるな。そうだからこれにじゃあエアロとかっていうのもちょっとね、うん、なんだろう、テックアウトとかもあるけど、ありますあります、まあ、ちょっとそのかっこよさもありますけど、なんかこうシンプル な、 そうなんだよ、ね、本当に基本に立ち返ったこのかっこよさ、うん、これって別にポルシェに限らず、うん、いろんな車で当てはまるじゃないですか。ベンツもそうだし、BMW もそうだし、うん、アウディとかもそうだし、うん、もうなんかこだわって車高とホイールが決まった時のかっこよさ、うん、なんか別にエアロとか、 なんかその塗り分けとかしなくてもかっこいいっていう、なんか そこを結構今年はや、今年っていうかここのところずっとやってないかもしれないね、うちでは。そうですね、だからもう本当足とホイールにこだわって、うん、他はそんな細かいこと気にしないよみたいなスタイルが結構かっこいいかな。ただその代わりつるんであればちゃんとホイールはこだわって、そうそうそう、なんか辻褄が合うホイールじゃないと、そうそうそう、うん、なんかただかっこいいよねとか、デザインがなんかいいよねとかっていうのでやっちゃうと、うん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 、ってなっちゃう可能性もなくはない。なんでこれ持ってきたっていう、ね、そうですね、そうですね、ところはやっぱり重要かなと、はい、なんでちょっとその辺もいいのかなと、うん、で本当に逆に、うん、テックアウトありますから、うん、エアロ組んで、うん、はい、いろいろやってもいいのかなと思います、うん、はい、そしてあとはポルシェに限らず、はい、最近ディーラーさん、はい、あるじゃないですか、はい、はい、ありますね、はい、そういう意味でもタイヤホイールとかっていうのは、うん、まあ脅しがね、そう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 、結構比較的簡単にできるし、ね、じゃあそこ全く変えないかというと、やっぱりこう車によってはスタッドレスに変えたりとか、うんうんうん、ケースもあるわけで、確かに、まあ、それもちろん交換するっていうのは全然、マイナスなことじゃないですし、うん、まあ、あとこの手のホイールって、うん、結構純正でいいのついてるじゃないですか、それを保管しておく意味でも、ね、はい、代わりのホイール入ってくるっていうのはすごくいいと思いますので、はい、というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。